バズチャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。8月は動画強化月間でして、なんと毎日更新しようと思うんです。で、時間もですね、サマータイムということで夜の7時に更新しようと思います。まあニコニコ動画などは、まあ気が向いた時に投稿するんですが、皆様毎日投稿するんでぜひ見てください。ありがとうございます。というわけでですね、今週は江戸時代をテーマにしようという話なんですが、ほんならね、まあ、みんながよう知ってる暴れん坊将軍なんですけど、ああ、吉宗ね。パチスロの主人公でもあります。ああ、この頃はそういうなんで、まあ、あれやね。大人気です。で、大体、吉宗言うたら、江戸幕府の中で、名君って言われてるのが、まあ、家光とか、吉宗とかね。吉宗とかね。そういう話で、それで、一番しょうもないのが家成って言うて、夫聖将軍とかやって、54人も子供がで、55人かな、子供ができた。将軍としては仕事しましたね。っていうような話やけどね。はいはい、いや、あの、吉宗が意外に人気があって、名君やって言われてるけども、いや、これはもう非常に不良、暴れん坊将軍そのままでね、特にやってることと言ってることが、めちゃくちゃ違いがあって、だから私が、大体江戸時代のことをいろいろ調べたりするときに、一番、お世話になってる三田村遠慮なんか ボロクソに言うてるわね。三田村遠慮ね。うん。不良少年やと。おうなんかね、若い時めちゃくちゃやったって聞いたことあります。うん。で、大体、その、あれは三男やわね。三男ですね。で、長男、次男がおって、で、ああいう大名の家でも、どこでも侍の家で、三男言ったらもう絶対相続の見込みないわけや、普通に。しかも、町人とかの子供でしたっけ、確か。ほんまはか?という話があるぐらいですね。で、一応その三男やから、長男の紀州の小三家、紀州和歌山の徳川家には、綱吉が自分、綱吉っていうのは女の子しかできひんだよな。そうですね。男の子も確か創生したんでしたっけ、ほんで、その女の子をその紀州へ嫁にやったわけや。あ、そうなんですね。長男に。だからその嫁にやったんで、江戸の藩邸なんかにもしょっちゅう綱吉が訪ねてきたわけやな。あ、直接来たんですよ、紀州に。紀州へじゃなし、紀州の判定がね。ああ、判定の方ね。わざわざ若山には行かへん。それやとすごいですな、と思って。で、訪ねてきた時に、長男と次男は挨拶に出るわな。長男はまあ後継ぎやし、次男はまあそれの予備やし。で、綱吉にしたら、その、男の子があるっていうのが羨ましいたまらんじゃな。あ、全員見たくなったんですね。ほんで、お前とこは他にも男の子がいてるのかというのを藩主に聞いたら、実はまあいてることはいてるって言うんで、ほんで三男の吉宗なんかまあ目通りもさせられへんと思ってたのをわざわざ呼んできて目通りさしたわけや。そしたらものすごく羨ましがって、で結局そのいっぺん帰ってから後に三万石を吉宗に やるっていうことで新しい領地を与えた。たまたま改易された地があったんでしょうかね。でその次男にも三万石やってんねん。あ、次男もなんですか。うん。ほんで結局長男は後継ぐけども、次男三男は全然ないというのはかわいそうやっちゅうので、ほんで三万石ずつやってるわけやな。御三家やから特別なかもしれない。うん。ほんで自分がその声かけたんもあるからな。ほんでそんなんで、もうほんまの部屋住みでどうしようもない思ったんが、三万石の一応との最終世ですね。なれたわけやな。ほんでそれが12歳ぐらいの時。いやー。だからその吉宗は、そっからもうその悪さのし放題でね。え、殿様がですか。もうこれが悪さっていうのは結局女癖が悪いわけ。女癖。うん。だからもう行き当たりばったり手当たり次第みたいな感じでね。ほんでそれからそれを周りの家臣が心配してね、綱吉にね、どうしたもんやろということで、その隠居させたいということを、3回言うてきたんや。その10代の時ですか。うん。そんな不良だったんですか。うん。ほんでその綱吉は自分がまあ声かけてやったやつやから、まあ若いんやからそんな目くじら立てるなみたいなことで、まあまあっていうことでなんとか収まったわけ。ほうほう。だから吉宗にしたら綱吉はもう恩人中の恩人やな。そりゃそうですよね。それがそこで隠居させられたらあと兄さん2人死んだけども、向こうに。紀州藩の和歌山藩の後も継がれへんし、で当時は将軍っていうのは御三家から出るもんって決まってたから、それからそれも絶対なられへんだわけやわな。そうですね。だから
全くその綱吉がそう言ってくれた、自分を引き上げてくれた、しかもそのかぼてくれたっていうんで、うん、大恩人なわけです。そうですね。だから その恩があってかどうか知らんけども、綱吉 の娘が紀州に来たんですね。来た、これもその早死んでるしね。娘の方もですか。ああ、お兄ちゃんだけなく、うん、でそういうなんとも関係したみたいやし、ええ、それから6代将軍が家信か、それの次が7代、ええ、で7代将軍の御政婦やな、家信 その政婦人ではないけども、ええ、月光院っていう、これが34歳の時、もうその家信が死んでからの御家さんになってから、これとも関係してるわけな。婦人たってね、うん、もうまだ若い、若いですよ当時、うん、7歳か8歳亡くなってるから、うん、そうそうそう、うん、それからそれとも関係、それからちょっと待って、うん、手出したんですか、うん、ほんでしかもその今度その子供やな、その7代将軍の娘とも関係してるしな、とにかくもうその行き当たり次第というてぐらいで、それから将軍になれたんも、その時政府人やった人に、が家信の弟を次の将軍に推薦っていう意向があったわけや、ところがその強力にその月光院っていうのがもう関係してるわけやからな。ちょっと待って、じゃあ逆ハニートラップですか、前言ったら、うん、それがこれを次の将軍にしたらええって言うて、強力に押して、すごい市場ですよねそれ、うん、ほんで結局、うん、そっちが勝って吉宗がなれたわけ。じゃあもうすけこましでやっちゃったという、そういうことやわな。やばいですね。そんなんで、うん、吉宗はそら、ええ、あの名将軍って言われたのの第一番はその倹約令やわな。倹約令ですよね。倹約令によって幕府の窮状を救う、その経済的なあれを救ったって言われるんやけども、ええ、その経済的なって言いながら自分がやってることは全然倹約でないよな。お、例えば大奥なんかな、大奥にはね、あの吉宗がこういうそこをね本にしたもんがあってね。何の本ですか。これがね、清濁太平論って清いと濁ってると太平、清濁太平論っていう本があってね、これはまあその どれだけ史実かわからんけども、まあ大げさに書いてあって、ある程度その大げさに書いてあるんやろうけども、うん、まあまあその大げさも限度があるわけやからな、まあ、ある程度ほんまやったことですね、うん、でそれの本、その本によると、吉宗公将軍先月か祭りたもうことは、誠にご立身なりしが闇がたきは式場なり。式場といったら性欲ですよね。つれずれ草に吉田健康が申せしごとく、老若の別なく忘れがたきはこの道なり、うん、吉宗公天下の丸々ってこう、あの将軍か何やら、これ伏せ字にしてあるから、伏せ字か字がないのかどっちかですね、うん、大奥への渡御の身切り、女中方五老女五中老二の間三の間五女中1200人ほど、軽き嫁通り家内がたき橋ため1400人、その他売身の女中、売身というのはその橋ためのまだ下や、それがつこてる女中やな、だから家来の家来ってとこ、家来の家来、うん、売身女中2000人、都合5000人が大奥におったって。結構いますね。だから、まあ、その倹約どころの話じゃないっていう。それも僕聞いたのはね、大奥をリストラしたって話が有名じゃないですか。これをね、これを手当たり次第ね、良さそうなやってね。今の話だとそうですね。うん、ほんで結局リストラっていうのは、もう自分が不要になったやつをどんどんリストラ。ああ、つまり手をつけたからもう飽きたと。そうそう、そういうことやな。今やったら大問題ですよね。ほんで、まあ、その、何しても、まあ、やり方だよな、ほんでその仲が大きくなった人はいっぱいおる、その自分どうなんかない自分やからね、そういうのはお腹が大きくなるとすぐ家来にすぐさ、あのお下げ渡すっていうようなね。ということは自称吉宗の子孫っていっぱいいそうですね、うん、そう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 、実は吉宗の、ええ、だから吉宗っていうのはそのそういうなんで忘れがたみっていう話ではね、天一坊事件っていうのがあって、で実は吉宗の忘れがたみやと言うて名乗り出たもんがおるわけやな、それ嘘でしょ。でこれがまあ真っ赤な嘘なんやけども、けどその時に その老中がそういう覚えがありますかというのを吉宗に聞きに行ってるわけ。ああそうなんですか。だそういう覚えはあるって言ったわけや。いやもう手がつけられんぐらいあったんでしょうか、うん、ほんで その
そんな覚えはあるっていうので、それで結局あっていう話で結局専業して、結局偽物やということは分かったけども、そういう結局一石はあるわけな。だから本当だってかもしれないですね、ね、まあ、下手すると。そんだけ手出してるとね、老若男女手出したんですね。ほんで、綱吉にはその、女の子はその紀州へやったけども、青函寺っていう奥家さんの娘を養女にしてんじゃな、ほうほう。で、これが竹姫っちゅうんやけども、これをその、養女にしてるやつを嫁入りにせんなら、嫁入りに出さないかん言うて、それで最初、会津の殿さんのとこへ、松平家やね、養子にやって、でこれが7月にあの話ができて、そしたら12月に死んでんの、嫁入りする前に相手がな。ほんで、こらいかんちゅうので、有栖川という、これは奥家さんですね、奥家さんやな、これのとこへ4月にそういう話が出て、ほんでその準備してたら9月に死んでんのよな、相手がついてませんね。ほんで結局そのあのもたもたしてるうちに21年経って、でもな、相当年寄りになって、年寄りってまあ当時やから30、大豊島ですよ、当時やった、大豊島やね。それでちょうどしあの鹿児島藩の島津の殿さんが、年寄りやけども、その正妻がなくなって、でそこへ後妻に入るっていうことになって、ほんでそういうことになったんやな、ほんでこれが向こうではその殿さんの親がな、シュートやな、シュートが嫌がって反対して、なんでですか？なんでいや、そんなその豊島のそんな、なんぼなんでも、将軍家から来るちゅうのも鬱陶しいって言って、ほんでそれをそのもらうについては条件付きでやったらもらってもいいと。どんな条件やったと？条件はもうすでにその奥さんとの間に子供があって、ええ、でそれを後継ぎにと思ってるから、私はなかなか吉宗のほういかんけども、その竹姫っていうのをもらうについては、その先妻の子供があって、もうそれを後継ぎに決めてるから、あの次にその将軍の子供がね、来たから言うてね、それに子供ができたら遠慮して、まあ大体そっちが後継ぎにせんならようになることが多いよ、それは勘弁してほしいと。ほうほう、それを飲んでもらえるんやったらと、それからもう一つはその自分水道、江戸はあの上水道っていうのがあってありますね、結構ね、あれが結構維持費がかかるんやな、ほんで吉宗は、あの大体その火事の、 あの消防のああいうな、なんていうね、火消しの姓を作ったりした、ああいうこともまあ前世の一つやわな、だけど江戸になんでこないに火事が多いんやろと、いうことを室鳩叟という学士、当時の学者やな、儒学者やな、これにあの尋ねたところ、まあその水道工事をするから、土をあの掘り返したりするのが、あのいかんやと。ほんでたまたまその水道の工事をそのあのやめたとこでは、あんまり火事が起こってないって言ったよな。でこれがほんまかどうか知らんけども、根拠なさそうですね。根拠は ないねんけども、その話にそんなバカなと言いそうなもんやねんけども、話聞いてあの吉宗はね、あこらええ話聞いたと。そのこれからその水道というものは案外水道を引いたら火事が起こるんやということにして、それでほとんどの水道をあのやめにしたんや、その時点で維持費節約ですね、倹約のためやな。ほうほう、でそういう倹約をごつしてんのに、さっき言ったように大奥では金の使い方だよな、5000人からの人間雇ってる言ったら、それはものすごい経費やわな。僕らからすらリストラしたというイメージだったんですよね。いらないから捨てたと。そうその程度の話やからね。ひどいっすな、それを聞いたわ。それで大体そのあのいろんなその前世って言うけども、一番ひどいのはあの税金やな、あの農民から収奪するのは、上面制から県民制、県民制から上面制になったり、上面制になったり、それから、その当時は普通四公六民言うて4割を上が取って、6割を農民が取るちゅうのを、そうですね、5公5民に改めた吉宗やからね。ああ、米将軍で呼ばれるだけのことはある。米、要するに税金を増やしたんやし、あと揚げ米ですね、揚げ米とかね、それから、まあそのか、足し坂の税っていうのは、要するに仕事してる時だけその役の分足すけども、普通はその役になったら、石高を増やすわけやな、出世したということで。ああ、そうですね。で、辞めてもそのままくれてたんやけども、
それを足し高のせいで、その在任中だけはそんだけやるけども、ええ、その職を離れたら、例えば奉行やった奉行に なってるやつが辞めたら、ええ、その分の、た分は約相当の、もっと下の門がなった時にね、ええ、約相当の給料を出すわけやけど、ええ、それはもう後はやらへんでと、まあ、本来の形ではありますけどね、そういう、まあ、契約やの、そういうのも、そういうことをばっかりやってね、ええで自分とこはやらんと。それから家なりなんかはね、将軍でたくさん子供ができたから、その子供を嫁にやるときに、昔はだいたい女が5人もおったらね、うん、そこの家には泥棒も避けて通るっていうことわざがあるぐらいね、うん、要するに女は嫁にするのに金がかかるということで、うん、で5人おったら泥棒も入らんっていうぐらいのやのにね、その何ぼお金があるにしろね、その家なりなんかどうやったんやろっていうことになったね、その家なりはね、嫁入りさす時には、うん、各大名にね、その嫁入り道具お前とこは何を持ってこい何を持ってこいってみんな指図してね、大名のたんびに大名から徴収したって。大名を潰してありますそれも一つの、うん、でこれの元は最初にやったのが吉宗で、でも吉宗もなかなかいいこと考えましたね。そういうことやな。自分たちが出したら弱りますけど、うん、相手に出させれば弱りませんね。そうそうそう、相手にか家来に出させんやからね。ほんでもっと言うと、うん、参勤交代を1年から半分年にしたんで、うん、その辺で飴と餅の使い分けができてますね。まあ、倹約のためにね、まあいろいろ考えたは考えたけども、うん、自分の倹約せいに。そうなの。ほんでしかもその、実際にね、吉宗が、その自分の娘のために、その、嫁に刺すのについて、持ってこい言うたその道具の品をちゃんと書き上げたような本まで残ってんやな、ええ、そんなん見たら例えば嫁院の布団やな、ヤグでもね、ええ、22組って、え22組そんないらんよな、いらないでしょ、なんぼ買いがあるって言ってもな、うん、それぐらいだから贅沢の手法だよな。それを知ったら怒りそうですね、うん、庶民が、庶民はね、ええ、だから何がその契約でやっていうようなってやわな、その、うんために目安箱を用意してガス抜きしたのかもしれない。それからいろいろとやってるけども、うん、まあ実際にそら工夫もしてるやろうけども、うん、まあろくなもんやないっていうのが三田村遠慮の意見やな。竹姫とはどうなりましたか。で竹姫は最初会津港へ、港で、相手が死に、それから有栖川の宮の相手も死に、で結局島津に行ったわね、だけど結局その島津の殿さんも死んでからは結局また自分のとこへ戻したみたいに、その徳川家に、ほんで、その大体その島津へやる前にもうすでに関係ができてて、手つけてたんでしょ、できててね、うん、でそのやりと直ってもうものすごくその馴染んでたわけやな。だから正妻にしようと思って、マジかマジに考えてたんやな。ほう、でもその時でも40近いのでは？いやいや、竹姫の方が上や。その時吉宗いくらぐらい？いくつぐらい？吉宗は20歳ぐらいの時に将軍になってるわけだ、でその時に綱吉の娘なんやから、そうでしょ。だから最初の綱吉の娘が 10代やわな、どうせ最初の、まあ、10代としてな話はな、ええ、それからまあ20年だってやから40近いでしょ、40近いけどそれまでや、それになるまでの30か40、30代の時に吉宗は20代、でその竹姫は30代っていう時に、一応正妻にそれを一番結局気が合ったんやろね。それと綱吉の娘っていうことがものすごブランド力がありますね。自分は綱吉をものすごそのありがたがってるから、それもあって、でそれを制裁にしようと思ったけど、そのなんぼなんでもそんな年上のっていうので、周りがいさめて、でやむなくその島津井やったわけやな。なるほど、ほんでまた戻ってきて関係を持ったと、というようなことらしいな。吉宗すごいですね。それからね、家なりが夫姓将軍って言われてるけども、そんなもんはもうその門前の小僧ぐらいで吉宗の方がすごいんやっていうことも三田村院には言ってるわな。なるほど、まあ、伊藤博文もびっくりですね、そうやね、むしろ伊藤博文が真似したかもしれない。ああ、まあね、権力を持つっていうことはこういうことやという見本みたいなもんやね。そうですね、でまあ個人的には大奥っていうのは美人ばっか首下って言うんじゃなくて、まあ、美人とはもうやり飽きたから、もういやもともとね、
大奥へ入るのはみんな美人しか入れへん、うん、で残ったのは武細工だけって話を聞いたんですよ、うん、あでだからもう美人は仕事あるから、うん、あのクビにしてもいいだろうという考えなんだけど、その話を聞くと、うん、もう美人で飽きたからもう捨ててしまったということになりますね。というのが本音やろね。やばいですね、それほんまやったら、うん、あこういうのはまあ、どこまでが真実か分からんけども、ええ、その清濁太平論の多くの女性5000人っていうのも、ええ、まあ話半分としてもね、ええ、それでもそんだけいらんわな。そうですね、うん、で老若男女に手出してたってのもすごい、うん、そうやね、まあ、当時の老やったらまあ老っていうのはそれでも40枚でしょ、何もなんでも、うん、そう、あの30大体昔はね、ええ、あの大名でも、ええ、それから一般の侍どこのとこでも、うん、30になったらおしとね自体言うて、ええ、もうそのセックスはしなかったよ。そうなんですか。ほんで代わりにその、ええ、自分はあのもう引き下がるとその、ええ、その代わりに自分の手元におる女中を代わりに使ってくれって言うて、その人の方が差し出すっていうのが、そうなんですか、面白いもんですね、うん、まさから男にとってはそれは衛生というかね、若いのに。なるほど、面白い話ありがとうございました。まあ、吉宗と言ったらもっと清廉潔白のイメージの方も多かったかもしれないですけど、これ見てると女性関係に、いや、やっぱ暴れん坊将軍、いろんな意味で暴れんでるんでしょう。暴れ方が違うです、そりゃいろんね、うん、ちょっと女性関係で暴れすぎてるので暴れん坊将軍なので、まあ、今後は皆様暴れん坊将軍って言ったら毎週40人を切る相手ではなく、女性を40人切る男として考えてみたらいかがでしょうか。批判的な意見がありましたらコメント欄にお書きくださいませ。まあ将軍だからいろんな権利があるわけですよ。皆さんどう思いましたか。コメント欄にいろいろお書きください。見てくれてありがとうございました。バイバイ。